こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がハードオフで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。この前紹介したものの動作確認ね。ああ、今回はなんとこの前紹介したゲームキューブ本体、ゲームボーイプレイヤー、コントローラーをまとめて動作確認したいと思います。いやだからそれ全部バラで動画にする方が面倒なんだから当たり前でしょうが。小1時間くらいコントローラーの動作確認だけする動画も案外ありかもよ。ねえわボケが。まあお前の無駄話に付き合ってると先進まないのでサクッと準備して始めていきましょう。無駄話してるのはあんたなのよ。まあとにかくスイッチオンです。でとりあえず本体の起動は問題なさそうです。まあ今までジャンクで買ったゲームキューブも一つも起動できなかったものはなかったしね。でコントローラーの方なんですが、なんか反応しません。マジか。とりあえず一度電源切って軽く接点部分を清掃して差し直してみました。お、今度は動いたみたいね。いや、ちゃんと認識はしてるものの今度は勝手に動いてます。マジか。ああ、ボタンや十字キーは普通に効いてるっぽいんだけどスティックが暴走してます。やっぱカバーが破損してるだけじゃなくてスティック自体ぶっ壊れてたってこと。ああ、スティック以外はまともに入力できるところを見るとただの接続不良じゃなくてスティックがイカれてるパターンっぽいな。ちなみにコントローラーの接続ポートを変えても同じ現象起こるので本体側のせいではないです。やっぱスティックが損傷してる割に妙にコントローラーの外装自体は綺麗だからおかしいと思ったのよね。いやースティックカバーだけ互換品に付け替えてやれば普通に使える綺麗な予備のコントローラーになると思ったんだけどな。でもこれも PS3 のコントローラー修理した時みたいにスティック自体乗せ替えればなんとかなるんでしょ。だと思うけど、このゲームキューブコントローラー後期型だろうから多分簡単にはいかないかな。後期型だとなんか違うの。ゲームキューブのコントローラーにはゲームキューブ用に発売されたものが初期、中期、後期と、それ以外にも EU やスイッチで使うことを想定された新型ってやつがあるみたいなんだけど、なんかその中の後期と新型はスティック部分がちょっと特殊で大体パーツが手に入りづらいみたいです。マジか。ああ、まだちゃんと調べたわけじゃないから何とも言えないけど、直すなら他の GC コンや Wii のヌンチャクあたりからスティック基板移植しないとダメっぽいです。ニコイチ修理になっちゃうってことね。まあもしかしたら後期、新型用のスティック基板の代替品もどこかで売ってたりするのかもしれないけどな。とりあえずは後で一回バラして中確認してからどうするか考えます。もしかしたらバラして掃除するだけで治ることもあるかもしれないし。なんとなく掃除じゃ治らなそうな気がするけどね。まあとにかくこのままじゃ本体やゲームボーイプレイヤーの動作確認まともにできないのでコントローラーはいつも使ってるやつに差し替えて動作確認続けます。ってことで再度スイッチオンです。でやっぱコントローラー変えたら正常に動かせました。やっぱ本体側の異常じゃないってことね。ああ、やっぱコントローラー側の問題で間違いなさそうだな。でとりあえずメモリーカードもちゃんと読み込めてるようです。ってことであとはディスクが起動できればまあ本体は大丈夫だと思うのでディスク起動してみます。うん、ちゃんとディスク認識したわね。じゃまあちょっくらワリオワールド起動してみます。特にイオンもしないしディスクの読み込みも至って正常っぽいな。てかやっぱゲームキューブってディスク系の機体の中だと頭一つ抜けて丈夫だよな。確かに他のディスク系の機種と比べると滅多に読み込み不要とかない感じよね。まあ当たり外れはあるだろうし使用環境によっても変わってくるから一概には言えないけど、今のところうつ主がジャンクや中古でゲットしたゲームキューブは全部目立った不具合はない感じです。でしばしこのまま遊んでみましたがまあやっぱこれも問題なく快適に動いてくれてます。これで本体が大丈夫なのは分かったから次はゲームボーイプレイヤーね。ああ、手持ちのスタートアップディスク入れてゲームボーイプレイヤーも試してみます。ってことで起動し直しました。でまあこちらもこの通り問題なく起動しました。GBA ソフトの読み込みも問題なさそうね。ああ、差し直しなしで一発で読み込んだし、なんとなくだけど前に500円くらいで購入したオレンジのゲームボーイプレイヤーよりもさらに読み込み良さそうな感じです。確かに今回のやつの方が使用感少ない感じだったしね。ああ、本体とセットで108円でこれなら間違いなく大当たりだろ。ちなみに GBA のセガラリーを軽く遊んでみましたがこちらも特にフリーズしたりすることもなく快適に遊べました。よかったわね。よしよし、これであとはバイオレットとブラックのゲームボーイプレイヤーゲットすれば基本4色のゲームキューブを完全体にすることができるな。いやだからそこまでしなくていい気がするんですけど。
まあでも今となってはジャンクでもなかなか1000円以下でゲームボーイプレイヤーゲットするのは難しそうだからそこまで気張って集める気はないけど。ましてや本体とセットで100円ジャンクとかまず巡り合えないだろうしな。最近いろいろ値上がってるしもし4色揃えるんだったらもっと早めに探しておけばよかったってことね。ああ、多分平成のうちに頑張って探しておけばそこまでお金かけずにゲームボーイプレイヤーも基本4色は揃えられたかもな。いやまあ私的には頑張ってまで揃えなくてよかったんですけどね。まあとにかくゲームボーイプレイヤーもこの通り問題なく使えました。あと一応このままゲームボーイカラーのカセットにも交換してみました。へえ、ゲームボーイプレイヤーって一度電源切らなくてもカートリッジ差し替えられるのね。そういやいつも一本ずつしか起動してなかったからここで交換したことなかったかもしれないな。でまあこの通りゲームボーイカラーのソフトもちゃんと起動しました。まあ GBA のソフトがちゃんと起動したわけだからこっちも大丈夫よね。まあそうだろうとは思ったけど念のためです。念のためでソフトはチキチキマシンモーレースで試したわけなんですが、まあもちろん問題なく快適に動いてました。こっちもレースゲームで試したのね。なんとなくセガラリーとチキチキマシンモーレースを久々に触ってみたくなったってだけなのでソフトの選定に特に深い意味はありません。そうですか。ってことでコントローラーはちょっと残念な感じでしたがゲームキューブ本体とゲームボーイプレイヤーに関しては問題なく動作することが分かってよかったです。864円したコントローラーの方がダメだったってのはまあまあダメージある気がするんですけど。まあな、ジャンクだから文句は言えないけどやっぱお値段考えるとちゃんと動いて欲しかったところだな。ってことでこのままじゃなんか悔しいのでコントローラーバラしてみます。いや後でとか言ってたくせに早速バラすんかい。思い立ったが吉祥寺生活っていうだろ。いやそれを言うなら思い立ったが吉日でしょうが、何住みたい街ランキング意識しちゃってんのよ。まあとにかくこいつをくるっとひっくり返しまして6箇所特殊ネジで止まってるのをくるくるっと外し、パカッといったりました。躊躇なく分解し始めたわね。この前 PS3 コン修理したおかげで比較的最近のコントローラー開けるのも怖くなくなってきました。慣れてきたところで油断して破壊しないといいけどね。まあそうは言っても慎重には作業してるのでそうそうコードぶっちぎっちゃったりはしないと思います。てかあれだなぁ、ゲームキューブのコントローラーって LR がなんかユニットみたいな感じになってるんだな。ほんとだ、他のコントローラーだとあんま見たことない感じね。ゲームキューブのコントローラーの LR は押し込む深さで強弱がつけられて、最後まで押し込むともう一段階クリックできるようになってるからそのために特殊な構造になってるんだろうな。多分だけど、振動用のモーターも結構ごついのが中央にデンと添え付けられてるし、これなんかメカメカしくてチキ。はいはい、いいから続きやんなさいね。じゃまあ基板をテイッと外しまして、ひっくり返すとお目当てのスティックがあります。で、スティックカバー外すとこんな感じです。あれね、スティック基板も珍しい感じね。ああ、まあ外装から判断はついてたけどやっぱ後期型のコントローラーだなこれ。初期型や中期型のコントローラーの場合はスティック基板が他の機種でもよくある金属タイプのやつなんだけど、後期型と新型はプラスチック製になっていて、なんかこれは互換品で回ってないらしいです。ちなみに一応 PS3 コンにつけたやつとも見比べてみましたが、これだとそもそも形が違うので使えません。一口にスティック基板って言ってもいろいろあるのね。ああ、できたら規格が統一されてたらいろいろ修理しやすいんだろうけど、まあそもそも個人が修理することを想定してないだろうしな。そもそも自分でバラしたら保証の対象外になること多いしね。まあとにかく現状これの交換はできないので、フラックスまみれになってた基板を、フラックスクリーナーでピッカピカにしておきました。で、スティック基板もなるたけホコリやらなんやら取り除いてできうる限りの清掃を行いました。おお、ずいぶん綺麗になったわね。ああ、パッと見そこまでスティック自体は摩耗してる感じじゃないし、案外これでちゃんと動いたりしてな。で、まあバラしついでに外装やボタン類もピッカピカにしておきました。まあどうせバラしたんなら全部綺麗にしときたいわよね。けどまあ LR だけはバラすのちょっと怖かったのでそこはそれなりにしか掃除しなかったけど。まあ無理にバラして壊すよりはいいんでない。ってことでバラしたのと逆の手順で組み上げていきまして、もう一度本体に挿して動作確認です。どうかしらね。うん、とりあえず何も触ってない状態だと勝手に動いてはいないな。お、ってことは掃除しただけで治ったってこと？いやところがどっこい試しにスティックを下に入力してみますと。てな感じでなぜか上に行きました。ってことはやっぱ治らなかったってことね。ああ、どうやら起動後何も押してない状態だとスティックニュートラルにはなってるっぽいんだけど。
ちょっとスティック動かすと主に右上方向に入力されっぱなしになってるって感じかな。うん、まともにゲームはできなそうね。一応軽くワリオワールド試してみましたが、開始直後はスティック入力されてない感じなんだけど、ってな感じでちょっとでも動かすとひたすら右方向に動いてしまいます。けどあれだな、一応倒した方向には進むかな。でも左方向にはゆっくりしか歩けてないみたいですけど。うん、手を離すと右やや上方向に走ってくからやっぱ右上方向に入力しっぱなしになってるっぽいな。でもなんかいい感じに微調節してやれば止まることもできるようです。いやそれじゃゲームにならんでしょ。まあねえ。お、今度は左にも走れた。基本は右上方向に入力されっぱなしでさらに時々不安定になる感じかしら。うん、こりゃもうこのままじゃどうにもならなそうだな。いやースティック以外はかなりいい感じなのに残念だぜ。やっぱスティック交換しなきゃダメみたいね。そうだな。けどパッと見そこまでスティック基板自体は傷んでないように見えるからもしかしたら何か別の原因の可能性もあるかもな。だとしたらウプ主にはお手上げね。だな。まあそのうちどこかでジャンクのヌンチャクでも拾ってきてスティック付け替えてみてダメだったら諦めます。まあどうせならダメ元でやってみるのもありかもね。まあすぐすぐってわけじゃないけどまたもしこのコントローラーいじった時は動画で報告しようと思います。ってなわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.